こんにちは、はるあんです。今日は感動のフライドチキンを作ろうと思います。こんな感じにこんがりと揚がれば完成です。風ということでピリ辛でね、衣はザクザクガリガリバリバリ最高でしょ。たくさんポイントも詰め込まれてるので動画最後までぜひ見てくださいね。それでは早速作っていきましょう。まずはここにお肉があるんですが、お肉はですね、何のお肉かというと、フライドチキンといえば骨付き肉、そう手羽元です。今日はね、4本の分量をご紹介します。まずはですね、この手羽元肉を切り込みを入れます。やっぱり骨付き肉なので、どうしても火の通りがねちょっと悪くなっちゃうと心配なので、お肉に数箇所包丁で切り込みを入れてあげることで中までしっかりと火が通るし、肉離れっていうのかな、食べる時もすごく楽になるので、結構奥の方までズクッと入れちゃって大丈夫。これでね、もうお肉の下準備は完了です。お肉の下処理ができたら次はタレです。タレはですね、まずヨーグルト。ヨーグルトは別に何のヨーグルトでもいいです。お砂糖が入ってない無糖のヨーグルトですね。無糖のヨーグルトを 100g 容器に入れます。ちょっとフライドチキンでヨーグルトと思うかもしれないんですけど、これが美味しさのポイントです。フライドチキンってこう衣がザクザクしててお肉がほろほろって柔らかいのが理想じゃないですか。それをね、こう叶えてくれるのがヨーグルトです。本当にヨーグルト様々だから生姜とニンニクをすりおろします。ニンニクはだいたい鶏手羽元4本に対して2かけ、生姜はですね、この塊のちょっとだけ半かけぐらいを使います。はい、ミニすりおろし器ですりおろします。やっぱミニだからちょっとすりおろしにくいはい、生姜も少しの量ね、半かけぐらいすりおろします。ニンニクはたっぷり必要だけど生姜は少しで大丈夫です。ではここに調味料も加えます。これはですね、鶏ガラスープの素。鶏ガラスープの素は大さじ2分の1杯。そして唐辛子の粉末ですね。粉末唐辛子、普通にスーパーとかでも売ってます。も大さじ2分の1杯です。ちょっと多いかも。辛いのが苦手な方は少なくしてね。でもこのピリッと感が美味しい。はい、よく混ぜます。よく混ざったらお肉も入れて、ヨーグルトと調味料をしっかり絡めておいてくださいね、お肉に。よし、こんな感じ。だいたい1時間ぐらいで馴染むかなとは思うんですけど、時間があれば一晩とか 2,3 時間置いても全然問題ないです。まあ最低1時間は冷蔵庫でつけておいてくださいね。では冷蔵庫に入れていきます。そしてそして冷蔵庫に入れたものの、私きちんと用意してあるんですよ。じゃーん、差し替えですこれはですね、ポリ袋になんと手羽元をさっきの倍量8本つけました。衣をつけてあげたいと思います。で、衣もとってもポイントなので、衣もね、一から作っていきましょう。はい、では次は衣作りです。どっちが片栗粉でどっちがコーンスターチか忘れちゃったでも安心してください、分量も同じだった鶏手羽肉が4本から8本ぐらいまぶせるかなというところだけど、お肉の大きさによっても衣の量って変わってしまうので、その1回分を作って足りなかったらもう1回分を作るみたいな、衣は決まった分量をどんどんこう増やしていくような感覚で作ってください。だからまず私も1回分作って足りなくなったらまた増やそうと思います。まずは片栗粉かコーンスターチかわからないけど、それぞれを大さじ4杯入れます。片栗粉とコーンスターチを両方使うことで本当にガリガリでサクサクなね、衣に仕上がるんですよ。はい、次はお塩です。お塩は小さじ 1.5 杯、結構な量なんですけど、これが超決め手になる、超決め手になりますよ。私あんまり超って言わないけど言いたくなるぐらい決め手なのねそしたら胡椒です。胡椒は小さじ1/2杯。まあだいたいガリガリとしていて結構たっぷりだなと思うぐらいで大丈夫。じゃーん、ベーキングパウダーです。お料理にベーキングパウダーってちょっとね珍しいと思うんですけど、衣にベーキングパウダーを混ぜることでこう衣が膨らむんですよ。だからケンタッキーみたいに衣は衣で食べれるみたいな、衣は独立した衣なんだよみたいな、ん？はい、ベーキングパウダーも小さじ1杯ほど。最後にお砂糖ですね。お砂糖も小さじ1/2杯。はい、ここに衣が1回分完成です。よく混ぜれば OK。 はい、衣完了。
油をね180度に予熱というかね温めておきましょう。で温めている間にお肉に衣をつけたいと思います。ボンと2つずつぐらいがいいかな。はい、まぶします。こうね、まんべんなく、本当にまんべんなく衣をつけたいので、ちょっと手はベトッとするんですけど、手でねこう柔らかくまぶしてあげてください。こうちょっとお肉がこうめくると、まだねこう衣がついてないところがいっぱい出てくるので、全部にまぶしてあげます。はい、もう2個、とりあえず4個粉にまぶそうかな。こうパフパフっとしてるようにちょっとこう手でつけてあげるといいです。はい、こんな感じで4つにねつけられました。まんべんなく。そしたらですね、180度の油で手羽元を揚げていきます。2度揚げです。じわじわやって全部油に沈めます。はい、そろそろね1回目の揚げがいい頃だと思います。目安はですね、表面がガリガリっとしてきて、うっすら焦げ色がついている程度ですね。一回引き上げます。おー、トングで持つとじわじわ言って、お腹まで火が通ってる感じがします。一旦火を止めます。そしたらここから4分測ります。なぜ4分測るかというと、このお肉にね中までじっくり火を通すために、4分このまま放置して余熱で火を通したいと思います。よし、もう一度揚げるから油はそのままね。はい、ではね二度揚げしていきます。スタート。180度でもう一度揚げます。うー、ちょっと飛ぶはい、揚がりました。二度揚げはサッとで大丈夫。こんな感じにこんがりと揚がれば完成です。おいしそう。はい、第1弾揚がりました。そしたらですね、もう第2弾を揚げていきたいと思います。衣がね若干足りないかなという感じがするので増やしたいと思います。もう1回分の衣をね増やします。上がりました。うー、全部山盛りにします。フライドチキンタワー。はい、こんな感じでどうでしょうか。できました。感動のフライドチキンの完成です。できた。ちょっと ASMR の人っぽいかもこれかな、これが一番フライドチキンっぽい。いただきます。あふい、うーん、うーん、衣がありえないくらいザクザクしていて、でも本当に味がねこうよーく染み込んでてほしいし、ちょっとピリ辛です。でね、これ食べていくうちにどんどん辛くなっていくから不思議ですよ。そしたらですね、蜂蜜もかけたいと思います。うーん、合う。やっぱ感動、何度食べても感動です。はい、ということで蜂蜜をかけても、そしてそのままでももちろんとっても美味しかったです。まだね暑いからもうちょっと冷めたら食べたいかなと思いますポイントとしては、タレに絡めたらよく寝かせること、そしてたっぷり衣をつけてたっぷりのね油で揚げること。ちょっとねこう贅沢な作りっちゃ作りなんですけど、とても美味しいのでね、ぜひぜひ皆さん作ってみてください。お家でね美味しいフライドチキンを食べましょう。ということで今日も動画見てくれてありがとうございます。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方は、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。今日の黒板、じゃん、泣けてくる。
それほど美味しいよということで泣かないけどもう感動の涙ってくらい美味しいです。特にお腹がねすっごく空いてる時に食べてほしいです。だからお腹ペコペコにしてね食べてくださいね。フライドチキンぜひぜひ作ってくれた方はハルアン料理部でツイートしてくださいね。インスタグラムでももちろん OK です。ではではバイバーイ。